体どこに行ったんだ。聞いてください、ここで供養をしていた人形が逃げ出したんです。私はその後すぐに事故で死んでしまいました。あの人形、髪が伸びたり、供養に出しても戻ってきたり、気に悪くて死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか。どんな人形なんですか。先に亡くなった姉が大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。あの呪われた日本人形のこと、どうかよろしくお願いします。よし、思念が見えたぞ。ここからは追えねえな。迂回するぞ。ここって猫が多いんだよね。何？こんなところに用はないだろう。
通の人形がなんで宙に浮くほどの力を持ったのかな。さあな、殺人鬼の霊でも乗り移ったんだろう。 B 級映画の見過ぎだよ。 DVD はよく見てるかな。サブスクじゃないんだ。なんか言ったか。うるさいな。糖分はすぐにエネルギーになるんだよ。足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。人形があいつらを呼んでやがるのか。追うぞ。今のは人形の声。見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。
誰かがあのわら人形で弟を呪っていたんです。弟さんって神社にいた男の人？はい、私がずっと守り続けていたんですが、離れてしまったせいで守りきれなくて、弟は呪い殺され成仏すらできずにいました。中先生、その地獄を解いてやりたかったんです。これで私も安心して成仏できます。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。順調だ。見守ってくれそう。そうだな。見つけてくれたんですね。ありがとうございます。早速その気味悪い人形を燃やしてもらえませんか。この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。姉さんが？それじゃあ私が事故でやったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさかこの人形の中に姉さんがいたなんて。ずっと私を守ってくれていたのか。それを私は。姉さん、すまない。許してくれ。姉のおかげでお前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。よし、上出来だ。